ャケットマイスターアルマタイのツアーでございます。今日は、春夏シーズン、前回秋冬から登場しましたけど、リングジャケットが作るジャージジャケット、これを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。では、早速紹介してまいりたいと思います。ジャージジャケットですね。ジャージジャケット、まあもちろんリングジャケット以外にも、やっぱり今楽に着れて、なおかつ、ちょっとこう綺麗に見えるっていう、要素を兼ね揃えているジャージジャケットっていうのは、いろんなところが展開しているマーケットにあるんですが、リングジャケットが作るなら、ちょっと突き抜けたジャージジャケットを作ろうということで、新たに型紙から開発して、作ったのがこのジャージジャケットになるのに、で、なぜ型紙から起こさなければいけなかったかというと、やっぱりそのジャージっていうのは、その通常使われている不発生地と違って、ご存知のように、ジャージなんて生地がやっぱりこう伸縮するっていう、特性があるので、それに対したちょっと作り方をしなければいけなかったということで、その辺も、リングジャケットの気合みたいなのがちょっとこう伝わってくるんじゃないかと思うんですけども、ちょっと一個一個ちょっと説明していきたいと思うんですけど、まずこちらストライプ、柄が非常にこう印象的なジャージジャケットで、これもやっぱり展示会から提案をしていた、今シーズンで、代表する一着、リングジャケットの新しい提案が、表現されている一着といってもいい、ジャージジャケットになるんですけれども、生地は、イタリアのドンディジャージを使っていますので、そこが、その巷にあふれている、カジュアルで、安価なジャージ素材とはちょっと大きく違うというところが一番の、その違いですね。で、作り方というところにおいても、やっぱりちょっと手を取り締まっている、リングジャケットのものづくりを象徴するような、1枚、ジャージでも1枚にしてです、そこまで、やるかっていうのがちょっとここに現れているかというところですね。で、ちょっとこういう、分かりますか、透け感のある、ジャージなんですけど、ニットの素材感が非常に特徴的で、中見てもらうと、1枚仕立てではないですけど、非常に軽量っていうのが見て取れると思います。ですので、リモートワーク、されている方最近多いと思うんですけど、そういった方とか、ちょっとお出かけするとき、そのお出かけといっても結構シチュエーション幅広くて、例えば少し、お食事行かれるような時とかでも、十分に対応できるような雰囲気になるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとこれ生地はストライプなんで、ちょっと他のものといろいろあると思うんですけど、続いて、これ同じ生地の色違いですね、茶色、ちょっとこう、朱色がかった、赤とかね、この2つも、先ほどと同じドンディージャージ、イタリアのドンディージャージ社製の生地を使っています。色ですよね。やっぱり今シーズン、非常に全体的に色がやっぱり多く、コレクションというか提案として出てきているんですけど、その中でもちょっと赤みがかったものとか、非常にちょっとこう見た目、あと着る人にとっても、ちょっと気分を変えられる。かといって、派手な感じにはやっぱ見えない。非常にこう使っていただきやすい、シワとかというところと、こっちはちょっと逆にちょっとこうグレイッシュな、ちょっとこう汗たようなブラウンなんですけど、これも非常にこうコーディネートしていただきやすい印象かと思います。で、こう見ちゃう、で次がグレンチェックですね。これも同じく
なんですけど、まあ、今これ僕が実際に着ているものがそうなんですけど、まあ、これで見てもらうとシルエット、まあ、バランスみたいなのが分かっていただけるんじゃないかなと思います。まあ、僕は今日中にリングジャケットナポリの、クルネックニットを着て、まあ、パンツはちょっと折れる、まあ、シューズは白のキャンバスのものを履いてますけど、まあ、こんな感じで非常にこうリラックスした感じで、ね、まあ、着れることができるジャケットなんですね。で、まあ、ちょっとコーディネートをちょっとまた話しようと思うんですけど、まあ、ちょっとやっぱこのグレンチェックを、まあ、最初生かすためにちょっとこう中無地のカットソーとか無地のパンツをさらっと合わせてもらえるだけでだいぶちょっと印象的なので、まあ、パターンとしてもちょっと最近今42着てるんですけど、ちょっとお腹周りのちょっと肉付きが増えてきてちょっときつめに見えるかもしれないんですけど、やっぱりジャージジャケットであっても非常にこう丸みのあるフォルム、これがやっぱりこうリングジャケットのパターンの秀逸な部分なのかなと思うんですけど、あとはやっぱりこの前身の部分ですね、やっぱこのタスキ状がやっぱり出づらいっていうのは、これやっぱなかなかよくできてるっていう風に感じています。まあ、プレッチで、チェックつながりでいきますけど、こちらちょっとまた違うの、これは生地メーカー変わりまして、ロロピアノになりますね。ウールシルクリネンのジャージなんですけど、まあ、こうドンディジャージはもちろん、まあ、そのいいジャージメーカーとしてあの選定であったんですけど、まあ、ロロピアーナっていうところになると、まあ、よりちょっとこう高級感が増してくる印象っていうのは実際着てても感じるところで、まあ、非常にこう、まあ、今着ているグレンチェックと比べてもよりちょっとこうしっとりとした感じが感じられると、まあ、グレンプレイドですかね、ちょっとこうネイビー地のハウンドトゥースの上にちょっとこう黄色みがかった、オーバーペンが乗っかってるものになるんですけど、これもちょっとやっぱりこう黄色の色っていうのがちょっと印象的に見えるので、まあ、決して派手ではないんですけど、プラスアルファはさっき言ったように生地のしっとりとした質感みたいなものっていうのは非常に印象的で、すでにお客様も購入いただいてるんですけど、なかなかいい雰囲気で、その方はちょっとお食事とかするとさっき言ったように時にちょっとこれを使ってみたいなというところですね。非常にまあ上質な感じが伝わってくるジャージだなというのが分かります。ちょっとまあなかなか画面越しだとあれだと思うんですけど、まあ、これは本当に実際に着てみていただくと本当に強くお伝えします。でこちらも、ロロピアノウールシルクリネンの、まあターコイズブルーというのはグリーンがかったんですけど、まあ、これも、まあ、今シーズンの色を象徴する色なんですが、これもまあ無地ベースではあるんですけど、先ほどと同じで非常にやっぱりしっとりとした感じの素材感というのが、まあ、非常に着心地としては特徴的ですね。で、まあ、着用の時にはまあ見えないんですけど、実際裏側はこういったハウンドトゥースの表面にまして、この辺もちょっとまあ物としてのまあアクセントなってますね。ベランジ調のグリーンですけど、まあ、今シーズンはこれぐらいちょっとこうパッと目に入る華やかな色を着るっていうのはなかなかいいんじゃないですか。さっきのシワカと同じような、まあ、印象になるというか、ちょっとこう気分を少し変えてくれるジャンルになると思います。で、これが今ご案内したカーコイズブルーの色違い、まあ、ネイビーブルーですね。これはもうちょっとまあベーシックな感じで着ていただける一着になるのかなと思って、まあ、どなたも抵抗なく取り入れていただけるジャージジャケットかなと思いますけれども、まあ、本当に着心地という点で満足していただける一着ではないかなと思って、まあ、本当にちょっとこうさらっと抵抗なくどこでも着ていきたいというような方はこのブルーを選んでもらえれば、まあ、間違いないかなという感じします。ということで、アイテムとして1、2、3、4、5、6、まあ、7色展開今シーズン大事にしたけどやってまして、で、まあ、ちょうど今ちょっとまあこの YouTube がアップされる頃にはあれなんですけど、まあ、基本的にはまあ全店でこのジャージのジャケットをメインディスプレイにして組んでますので、まあ、ちょっと各店もそれぞれちょっとコーディネートのちょっとあれ違うのかもしれないんですけど、とはいえ
テイストでいくと、やっぱり、まあ、中に着るものというのは、硬いシャツというよりかは、まあ、同じようにやっぱり、ネット素材の、まあ、ビニールも、ちょっと全体的に、まあ、柔らかく見えるような印象作りというのが、まあ、ポイントなのかなと思いますね。なんか、もちろんコロナ禍にシャツとかを着ていただいても、まあ、ダメではないと思うんですけど、なんかそのジャージのリラックスした感じとかっていうのをやっぱり表現するっていう点では、まあ、中にもちょっと素材感のいいっていうのが少しポイントなんじゃないかなと思いますね。で、これはあの組下のパンツのコット、まあ、ベージュを使ってて、まあ、全体的にまあその色の使ってる色のこう数を抑えることで、まあ、カジュアルなんですけど、ちょっとこうカジュアルにしないで、まあ、まとまったクリーンな印象になっているんですけど、まあ、いいんでこのターコイズグリーンブルーをまあ引き立ててくれるようなコーディネートなんですけど、まあ、これもちろんパンツ白とかでもいいんですけど、まあ、あえてちょっとこうベージュにすることでこの色がちょっとこうパッキリしない、ちょっとこうよりこう馴染むような見方にしているのか、こういった色合わせっていうのを少し参考にしたいと思います。こちらはそのブルーを使ったコーディネートですけど、まあ、これもやはり同じように、まあ、サマーニットなんか組んでますけど、まあ、同色の、ブルーのジャケットの中にブルーのサマーニットを組んでるんですけど、まあ、ここでまあなかなかもうまく組んでるなと思うのが、まあ、このケーブル編みのものをやっぱ使うことによって、同色同士のコーディネートなんですけど、中だとこれがこうケーブル編みでなくて、まあ、通常のまあ僕が着ているようなこういうプレーンなものになるのも決して悪くはないんですけど、まあ、同色の中でもちょっとこう素材感、あのそのまあ素材のパターンによるコントラストを同色の中でこう使っているというのが綺麗なコーディネートですね。でなおかつ合わせてるパンツも同じこうブルー系のまあインディゴのデニムなんですけど、これもこのジャケットとニットの効果と同じように同色であっても素材感のメリハリワントーンでのコーディネート、これもなかなかこう教科書通り、もう個人的にもこれ僕組んだわけじゃないですけど、これなかなか好きですね。いや、リラックスした感じなんですけど、なかなかこうしっくりまとまる、綺麗に見えるものになると思います。ちょっと今合わせてこの辺のシューズ、今シーズンですね、今シーズンも引き続き人気の、まあ、オードリー&ランジの。並べてるんですけど、結構やっぱりその足元って重要で、今ジャケットとパンツと、まあ、そのインナーの組み合わせでの、まあ、コーディネートを提案したんですけど、やっぱり最終的にはその靴の印象っていうのを左右するものだと思うんですけど、やっぱりここに、まあそのまあ、ローファーであってもちょっとこう表側のちょっとこう小刃が厚いものとかにしてしまうと、まあ、これもまあダメではないんですけど、やっぱりそのちょっとこう抜け感だったりとかリラックスした部分っていうところを、まあ、うまく引き立てることができないし、その時に、まあ、一番まあ重宝する頭部のこういうソールが分厚くて、まあ、エプロン部分が短いっていうバランスも、この靴はなかなか本当に秀逸で、なかなかそうですね、今の気分を最後うまく仕上げてくれる靴っていうのがボードになるんじゃないかなということで、まあ、もちろんリングジャケットでもこうこんなシーズンからずっと扱ってますし、やっぱり非常にまあ認知の皆さんご存知のブランドになってきてると思うんですけど、人気の理由っていうのは多分そこにあると、非常にこれが最後足元に加わるだけでしっかり仕上げをしてくれるアイテムになるのか、ちょっと僕の感覚的なちょっと話も少し分かりづらいところなんですけど、で色もちょっとまあボーデンで紹介になりますけど、ちょっと今シーズンに関してはスウェードとちょっとまあこのレザーの、まあ、ちょっとインプレチャードですかね、エプロン部分の切り返しのコンビと新しいデザインのものと、もともとは
ボードインの中のシリーズでも、まあ、ウィメンズ用のデザインであったんですかね、この、まあ、リボンタッセルを、まあ、ちょっとメンズでもやったらいいんじゃないかっていう案からスタートして、あの今シーズンラインナップに加わった黒のスウェードと茶色のスウェード、なんかタッセルがちょっとこう繊細なリボンタッセルとか、このレザーの革紐が細いっていうところがなんかこう繊細さみたいなものをちょっと表現してくれてるんで、もちろんあのボードに通常のタッセルもやってるんですけど、ちょっとそれとはまた違ったなんかソールの薄さとちょっとうまく感じたいいシューズだと思います。コーディネートはちょっとまあ、 僕個人的な好みもだいぶ入ってましたけど、少しでもちょっとジャージジャケットに着るときはこんな感じで着るといいんじゃないかっていうのが伝わると嬉しいです。今回、ご紹介させていただいた、リングジャケット、ジャージジャケットですね、おそらくこの収録がアップされる頃には、まあ、本当にもう春本番を超えて初夏の時期とか多いタイミングになってくるのかなと思うんですけど、まあ、さっき実際に素材感とかも僕の方で、ね、まあ、なんとなく伝えてみたんですけど、それをぜひお店でやっぱり体感していただきたいっていう、まあ、リングジャケットが、まあ、気合入れて作ったジャージジャケットですね、ちょっと他とはちょっとわけが違うっていうところをやっぱり見て来ていただいて体感していただけると、まあなるほど思っていただけることがあるので、まあちょっとコーディネートの話もしましたけど、今シーズン非常に合わせていただけるアイテムっていうのは非常に、まあ、これまで以上に、まあ、多いな実感してますので、まあ、お店に来ていただいて、まあ、ジャケットを着ながらいろいろ組み合わせる、まあ、中のものとかパンツなんか一緒に選んでいただけると、まあ、楽しい時間を過ごしていただけると思いますので、皆様ご来店をお待ちしております。ありがとうございました。